維新、立憲民主党に謝罪要求、共産党で。立憲民主党が維新と国民民主党、無所属委員との協議の定例化を撤回したものについて、16日に維新の馬場共同代表が、謝罪して叱るべきだ。高等同士の約束はきちっと守ってほしいなどと批判いたしました。まあこちら、立憲民主党に対して、共産党ですとか、いわゆる左翼の皆様が発狂したため、 立憲民主党が突然協議の定例化を撤回してしまいましたが、立憲民主党は政府与党に対して朝礼誤解などと批判することがございますけれども、この対応はまさに朝礼誤解であり、完全にブーメランとなっております。まあ、立憲民主党、今年も問題が多発しておりますが、全くですね問題に対応できておらず、まあ、日本の政党として、 野党第一党として、その低ら落に、まあ、悲しくなってしまいますが、立憲民主党には速やかに野党第一党としての最低限の能力を獲得していただくか、まあ、それができないのであれば、直ちに政党解散、解答し、議席もですね、返していただいて、しっかりと能力のある方に 国民のために働きたいと思っている方々に、議席を渡していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。